テイスティングカップ2016ゴロブラジャパン VS 女子大生。戦い続けたゴログラジャパン、これも運命なのか。全ての決着をつける PK 戦なんです。果たしてゴログラジャパンは流行に敏感な女子大生に一言むむ、おいしいと言わすことができるのか。我々は見届けるしかないんです。さあ、レフリーに連れられて何も知らない女子大生は入場してまいりました。何年生？4年生です。4年生なんです。就活。さあ、それでは参りましょう。最初のキッカーは信頼と実績のパイナップル。さあ、さあ一歩一歩近づいてきて、パイナップル今スプーンを手に、女子大生の口に少しずつ近づけていって、行くのか行かないのか。パイーン、入った。もぐ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 。さあ女子大生、味の感想を一言どうぞ。おいしいです。ゴー、やはりこの人に任せてよかった。パイナップル、またしても何も聞かされていない女子大生が。続いてのキッカーは小麦。何をしでかすのか、むむ。牛乳を注ぐ注ぐ注ぐ。3分待たすのが小麦の得意のシュートなんです。さあ時間の方がここ、むむ、まだでしょう、まだ1分だと私は思います。3分経ちました。しっかり牛乳に使ったグラノーラが入った。お味の感想は？ザクザクで美味しいです。3分経ってもザクザク。ザクザクゴー。続いてのキッカーはマンゴー。牛乳を入れずにそのまま入った。美味しいです。ノーミルク、ノー問題、ダイレクトでゴー。リンゴ、果実のゾーンプレス、ゴロゴロ感がたまらない、まさにゴロッとゴー。マンゴール、リンゴールに続いての1ゴールが見たい。なんとアイスに乗った果実入れました。アイスと合うのか、いや合わないのか、合うのか合わないのか。合います。合うんでどーん。見事に美味しさの証明をしたゴログラジャパン、女子大生との味覚の PK 戦ビクトリー。キー、本当に美味しいんです。大きな果実がいいんです。